んにちは、えっちゃんです。今日はコスプレシリーズ第何弾？もう覚えてないけど、今回は鬼滅の刃コスプレシリーズ。今までやったのはねずこちゃん、しのぶさん、かんろじちゃんなんですけど、コメント欄にね、男の子のコスプレをやってくださいっていうリクエストがたくさんありました。男装はね、企画で何回かあるんですが、男の子のキャラクターのコスプレしたことなくて、まあ男装似合う方だと思うんで、本気出せばいけるんじゃないかなということで、今回はサムネにあるかまど炭治郎くんをやっていきたいと思います。まあでもこれで私、かまど炭治郎がいい感じにできたら、一人鬼滅の刃ごっこできるよね。炭治郎とねずこちゃんできればさ、とりあえずはさ。まあでも炭治郎くんはね、ちょっとね、頑張ったらいけないかな、難しいかな。まあとりあえずやっていきたいと思います。それではくらえ。ではこの中にね入ってるんですよ、衣装が。ちょっと見てみましょう。じゃーん。そしてまた袋ではあるんですが、ちゃんと、あ、すごいすごい、この耳飾りしっかり入ってます。でウィッグとか、あと羽織とかもちゃんと入ってますね。まあとりあえずメイクをしていきましょうかね。資料を見ながらやるんですが、おでこの左側か、ここにあざがあるんですね。でキリッとした細い眉毛に、目自体はクリッとした男の子らしい目ということなので、今あるメイクを多少落としていきたいと思います。ちょ、軽く落としました。で、コンシーラーとかを使ってちょっと眉毛とかを消していきます。はい、だいぶね怖い顔になってますが、そしてアマゾンとかね、楽天とかで買えるアイシャドウパレット、いろんなね色が入ってるこちらを使って、おでこのあざをまずは作っていきたいと思います。結構ねおでこいっぱいに描く感じですね。で鼻のこの中央よりちょっとこっち側に全部収まるぐらいに描いていきます。一番まず長い部分を描きます。生え際側のスタートの位置も決めます。生え際側の柄はね、こんな感じに、ハートっぽいような穴が開いていてって感じですね。はい、こんな感じかな。うん、いい感じに描けたと思います。で、あとは吊り上がった長めの眉毛をキリッと描いていきます。これはね、ちょっと結構このウィッグが赤めなので、赤めなやつでやっていきたいと思います。こんな感じかな。ちょっと左右ね、角度間違えちゃったんで、後で直します。続いて、シェーディングを入れていきます。結構がっつり男顔にしていきたいので、この T ゾーンのこの部分とかはしっかりめに。で、あとですね、顔もね、あんまりちょっと私も丸顔気味なんで、丸すぎると男っぽく見えないんで、少しだけ周りをシェーディングで削ります。そして、ちょっと薄めのね、このアイブロウパウダーで鼻先ツンとさせます。鼻先に V 字に、シェーディングを入れることで、鼻先が尖ったように見えることができます。まあ、写真用に結構がっつり今回はやっていきます。こんな感じ。で、涙袋も必要ですね。垂れ目でもないんだけど、釣り目でもないみたいな感じにしたいから、涙袋によって結構大きい丸いっこい目に見せたいと思います。はい、でアイシャドウを使ってちょっとね赤っぽい感じのメイクで、まあ基本的には上まぶたにはあんまりのせないんですけど、下まぶたの目尻のあたりとかにちょっと赤みがかったブラウンで垂れ目っぽいような感じにしてみたいと思います。はい、こんな感じになったら、ハイライト、こちらを使ってですね、ちょっと立体感を増し増しします。唇は現状のこの色のまんまでいいかなって感じなんですが、ちょっとね、濃いかなっていう感じもあるんで、ファンデーションで少しだけぼかします。これぐらいかな。うん。で、アイライナーで、ちょっと釣り上がった感じというか、釣り目気味かな。垂れ目にしちゃうと女の子っぽくなっちゃうんで、ちょっと釣り上げてラインを描きたいと思います。
こんな感じかな。じゃん、まあ、ちょっとね今顔がむくんでるんでまぶたの上が重めなんですけど、こっからねさらに微調整していってもうちょっと男顔っぽい感じにしてウィッグをかぶって服を着て完成に向かいたいと思います。結構やっぱ女の子キャラよりもシンプルなメイクかもしれないです。これでいけるんでしょうか。果たして大変なことにならないといいけど。じゃん、はい、できました。こんな感じですかね。まあ、元が私結構男顔なんで、でもやっぱりちょっと難しかったかな。初めてだったから、その断層的なね。まあでもちょっと炭治郎くんっぽい感じにはなったかな。ウィッグもね、思ったよりはいい感じだったかな。結構ちゃんと跳ねた感じとか、このオールバック感みたいなのは、思ったよりは良かったかなって感じですね。ただ唇が私結構分厚いんで、女性っぽいんですよ。これがね、もうちょっとこういう、薄い感じだったらね、いいんですけど、メイクじゃどうにもならない部分もあり。まあ、あとはね、結構激盛り写真撮って、こちら！はい、ということで、以上かまど炭治郎コスプレだったんですけど、まあね初めての断層の割にはいい感じになったかな。でもやっぱねちょっと丸顔だったり脂肪がついてるんで女性っぽさが残っちゃいますね。もうちょっと面長でシュッとした顔だったら男っぽさがもうちょっと出たと思うんだけど、まあでもね炭治郎くん自体もちょっと丸顔のキャラなんでそこまで大変なことにはならずに済んだと信じたいですね。頑張ったでしょうって感じで、こちらの炭治郎くんのコスプレ、まあ見れなくないよとか、もっとこういうキャラの方が似合うんじゃないとかね、ぜひねコメント欄でリクエストください。なんか若干コスプレにハマってきていますが、やっぱハロウィンとかも近いのでぜひみんなも真似してみてください。男の子がやるねあの炭治郎くんコスプレとかも見てみたいですけどね。はい、ということで、皆さんこちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、そしてシェアもよろしくお願いします。ではみんなバイバイ。